大塚康平君、はい、えー。国民民主党新緑部会の大塚康平でございます、えー。午前中に続いてよろしくお願いします。あの午前中あの外務省の予算の話だけで終わってしまいましたので、えー、大臣にはあの午前中に、えー、お願いをしている質問もあのさせていただくかもしれませんので、えー、よろしくお願い申し上げます。えー、まずあのおまあロシアのウクライナ侵攻をめぐって。 私もこの法案の本会議質問のときに、まあ、ス w イフト排除だけではなくて、ね、他の決済インフラの利用について、および仮想通貨による決済などについても質問させていただいて、注意喚起をさせていただいたつもりでございます。 あの早速です、ね、仮想通貨業者に政府から要請として、ロシアとの取引停止ということをしていただいたようであります、そのことはあの一歩前進だと思います。その結果です、ね、もしあの政府の要請に応じずに取引を実行した場合に、その事業者に対してどういうその過罰が行われるのか、ご説明をいただきたいと思います。鈴木 財務大臣あの先般、えー、3月14日でありますがあ、暗号資産を用いた不正な資金移転への対策を強化する観点から、暗号資産交換業者に対しまして、金融庁と財務省の連名で、えー、暗号資産の受取人が制裁対象者である、またはその疑いがあると判断した場合、 暗号資産の転用は行わないこと、暗号資産の転用先が制裁対象者であると判明した場合、当局に報告すること、暗号資産取引についてモニタリングを強化すること等を要請をいたしました。外為法上、制裁対象者に暗号資産の移転にかかる支払いを行ったものは、懲役または罰金の対象となりますが、顧客の暗号資産の移転を取り扱った 暗号資産交換業者に対する罰罰則は処罰は処ありませんただし、暗号資産交換業者には、資産決済法上、適正な業務遂行に必要な体制を整備する義務が課せられておりまして、その一環として、制裁にかかる規制の遵守等を求められているところであります。仮に暗号資産交換業者において、 こうした体制整備が不十分である場合には、必要に応じて、報告徴給や業務改善命令等の監督上の措置を検討することとなります大塚晃平君、はいあのえー。状況はよく理解できました。でまあ、今の,あの枠組みでは、そういうことになるんだと思うんですが、あさりながらですね、その、 そもそもこの仮想通貨の取引は、相手方が偽名を使っていた場合に、それが分かるのか分からないのかとかですね、なかなか、今、大臣がおっしゃった枠組みで本当に対処できるのかというところは、それは定かではないと思います。でおまけに、この仮想通貨の世界は、ロシアが一番進んでいる。 とも言われてますので、そうすると、今お話を伺った限りですり、ね、その取扱業者、その資金決済をし合う相手同士ではなくて、取扱業者にも罰則がかかるようなことを検討するというふうに表明されることが、アナウンス効果としてはものすごく大きいと思います。その結局うロシア あおよびロシアとの間接的な取引を、この仮想通貨で、えー、分かっていた上でえで、ー、担ったあ取引者がいたとして、ですねでそれを取り扱う,うその仲介業者がいてで、今のところはその人たちには過罰されないわけですよ、でえー、いや自分たちはあの偽名を使ってたので分からなかったと、あの本当は分かっていてもですね。 まあそう言い張れば、それを立証する手段はなかなか今の財務省にもないと思いますので、私はですねえ現状の枠組みでは、過罰の仕組みはないけれども、事の重大さと今起きている状況を考えると、外為法および資金決済法を早期に改正してでも、その業者に対しても過罰ができる。 ことを検討するというふうにおっしゃるかおっしゃらないかというのは、この局面では非常に大きな政治的メッセージだと思いますので、いかがでしょうか,いいですか鈴木財務大臣あの先生おっしゃるとおりにです、ねえー、今の外為法上におきましては、えー、懲役または罰金の対象になりますのは、えー、この移転にかかる支払った 支払いを行ったものであります例えば、私がプーチンに、えー、この資産をこうや動かすとです、ねえー、私は懲役または罰金の対象となりますが、えーこえーっと、この暗号資産交換業者に対する罰則は今ないという状況でございます。ただあの、業務停止命令等を発出する。 ということもありうるということでございまして、まあ、あの新たな法整備をするかどうかということは、あのまあ、よく考える必要があると思いますが、まあ、そういう必要性というのはあるのかなと思いながら、お話を伺った次第であります大塚晃平君あの。現時点においては、まあ、そういうご答弁もあろうかと思いますが、おそらくですね、あの業者をです、ね、複数、 持ってやっているその主体がいると思いますので、1個、あのその業務停止とか、免許取り消しっていってもです、ねあ、こっちを使えばいいやっていう、そういう体制を整えている人たちですから、あまあ、ぜひですね、一回あの、事務方とよくご調整いただいて、私はああのこの取引業者の、 皆さんに対して、えーまあ、あのそういうういいい取引をやらな人のただ、そういう人たちがいるかもしれないということに関して、この局面でどういうメッセージを出すのか、まあ、今、大臣はそういうことも必要なのかもしれないなと思いながら聞いていたという趣旨のことをおっしゃってくださいましたので、まあ、それはそれで、えー、一歩前進だと思いますが、あのおまあ、より明確に検討すると。 おっしゃっていただいた方がいいような気がしますが、もう一回だけご答弁いただけませんか鈴木財務大臣あの。やはり総合的に考えなければいけないと思います、私も今お聞きしたところでありますが、例えば、それがこの取引業者に対してですね、 何か過剰なものになるのか、いろいろなあの面での評価が必要だと思いますので、総合的な観点から検討をする必要があるんだと思います。大塚康平君。はい、えー、ありがとうございます。まああとおまあもちろんあの私もそんなにあの詳細にあの実際にディールをやってる人たちのように知ってるわけではありませんけれども、お例えばあの電子財布ってウォレットって まあ関係者はみんな呼んでる、個人が持っている電子財布同士で取引をすると、これはもう業者も補足できないんですよ、業者も補足できない。だから、この電子決済のこの仮想通貨の話は、本当に難しいと思うんですが、今回、こういう事態になったので、今まで以上にですねこの分野にはしっかり、 いい意味で網をかけていただくということをやらないといけないということを、あの意見として申し上げたいと思います。まあ、その上で、あのちょっと午前中に積み残した話に移らせていただくんですが、そのまあ、ロシアに関してはまもなく。その。対外債務の決済が難しくなるという状況で、まあ、午前中もそれに。 類した質問があったと思いますけれども。ま先ほども確か財務省の方から答弁があったような気もしますけれども。ま、プーチン大統領はまルーブルでの支払いを思って、対外債務の決済をしたと国内的には認めるという大統領令にサインしたとあ、これはジェイビックの前田さんがお答えになったんですね。で、え。ー しかし、前田さんのお話だと、それは契約上、そういうことにはなっていないので、そのときにはデフォルト扱いだと思いますと、前田さん、そうおっしゃったんですけれども、大臣にお伺いしますが、そういう認識であったとしても、相手方がもうルーブルしか払わないよと言って、一方的にそういうことをやってきたときに、日本及び世界にどのような影響が出ると想定しておられますか鈴木財務大臣。 ロシアが対外債務決済において、ルーブルで支払,うを支払いを行うことが、日本や世界にあたる影響について、これは現時点では正直よくわからないというのが正直なところだと思います。その上で申し上げれば、日本からのロシア向け債権投資が、対外債権投資全体に占める割合というのは、これは限定的でありまして、 ロシア債券の動向が金融機関を含め、日本の投資家に及ぼす直接的な損失は限定的であると考えております。いずれにいたしましても、引き続き市場の動向や経済状況を注意深く見ていかなければならないと思っております。大塚平君、はい、あの現時点ではななかなか想定しがいいと思いますが あの私なりに想像してみますと、例えばあのルーブル建ての資産を持っている、例えば個別の金融機関、投資家というのはかなり少ないと思いますが、投資とかその、組み込まれているものは結構あるような気がしますし、それから、 地域金融機関については、外債投資、相当してますけれども、つぶさにその銘柄を全部調べてるわけではありませんが、まあ、ひょっとしたらあるかもしれないなと、だからつまり、ルーブルの占める決済の割合が少ないので、世界的にそう大きな影響は出ないだろうというふうに願いますけれども、しかし、個別の金融機関や投資家、まあ、特に あの日本の場合、地域金融機関があの心配だと思いますけれども、ひょっとしたら持っている投資とか、持っている外債の中に、十分にリスクマネジメントができないままあ持っていて、どこかがあそれに引っかかったときに、結局、その地域金融機関に影響が及び、それがあの吸収できる範囲の影響ならいいんですけれども、場合によっては、地域金融機関の 経営にも影響が出るような状況になると、そこから傷口がいろいろ広がっていくという、こういう展開は想定しておいた方がいいと思うんですけれども、まあ、あの大体こういう文脈に関連して、財務大臣と同時に金融担当大臣でもあられますので、もし現時点で何かご所見があれば、お伺いをしたいと思います鈴木財務大臣あの、まあ。事実関係から申しますと、あの日本の金融機関による ロシア向け余震は海外向け余震全体の0.2%程度でありまして、個別の金融機関を見ましても、その余震割合は、金賞にとどまっております。また、地域銀行を含む日本の各金融機関は、充実した資本基盤を備えておりますので、現時点でロシア向けの余震が、日本の金融機関の健全性に与える影響は、 限定的であるとそのように考えておりますあの今般のウクライナ情勢が今あの、刻一刻と状況が変わっておりまして、現時点におきましては、なかなかはっきりしたことはわからないわけでございますが、金融庁として、国内外の経済や金融市場の動向をしっかりと把握、分析して、金融機関に与える影響について、モニタリングをしてまいりたいと思います。 大塚平君、はい、あのぜひよろしくお願いします、まあ、あのよくわからないからこそです、ね、今、為替にじわっと影響が出てきてまして、今日はあはマーケット118円台半ばまで来てますけれども、えー、もうここまでくるとあの、ディーラーやトレーダーの心理としては120年、120円を見てみたいと、こうなってくるんですが、あのここ数年、うん、というか、十数年は、どちらかというとあの、円高ばかりを気にしてですね、 さすがに100円割ったところでは、介入の噂とか、現に介入したこともあったと記憶してますが、こういうことになってくるんですが、今度、この円安が極端に進む、さっき申し上げたように、よくわからないけれど、どうも日本の円を持ってるよりドルの方がいいんじゃないかとか、金の方がいいんじゃないかっていう、こういう,こうマーケットのざわざわっとした今、ムードがあるんですが。 円安方向に関して、その水準やその急激な円安に関して、えー、財務大臣、金融担当大臣として何かお考えがあれば、聞かせていただきたいと思います鈴木財務大臣。あのまあ、為替の動向というのは、さまざまな要因で動くんだと思いますが、あの私の行き届かない発言が、為替にです、ね、影響を与えてもいけませんので、あの私からはあのコメントは控えさせていただきたいと思います。 大塚浩平君麻生前大臣よりずいぶん安心できるご答弁だったような気がいたしますが、あ最後に、きょう、取税、えー、局長にもおいでいただいていますが、あの午前中に浅田委員からもあのトークンエコノミーの話がありましたが、まあ、今、電子商取引で物を買う人がまあいっぱいいてです、ね、一体、日本で電子商取引が年間何件ぐらい行われているか、それはあの日 日本の国内の事業者と消費者の場合もあるし、海外の事業者とオンラインで物を買う場合もあると思うんですが、電子商取引が一体何件あるかっていうのは、推定でも結構ですが、お分かりになりますでしょうか財務省、局長お答え申し上げます。 私ども、その電子商取引そのものをこう所管してございませんので、情報通信業等を所管しております経済産業省、まあ、総務省にも確認をいたしましたが、ご指摘のこの電子商取引のこの件数の推定件数については把握をしていないということでございました。他方で経済産業省のこのこ調査 によりまますすととと市場規模という点で申し上げますと国内におけるこの B2C、消費者向けの電子商取引の市場規模は、令和2年におきまして約19.3兆円、それから B2B の電子商取引の規模、これも国内でございますが、334.9兆円ということで、この電子商取引化率、EC 化率については、 B2C については8.08%、B2B につきましては33.5%というふうに承知をいたしております、はい、大塚のごめんあの、今、数字をお伺いしただけでも、国内でも B2B、B2C 合わせて350兆円を超える、でこれが海外との取引入れると、もっと巨額な規模、おそらく500兆円、GDP 並みを超えると思うんですけれども、つまり、あの 税収の確保ということを考えると、この電子商取引に対してどういう課税をするか、1回の取引に1円課税しただけでも、大変な税収になりますので、まあ、この電子商取引についての今後の課税のあり方について、大臣のお考えをお伺いして終わりにしたいいと思いますえ時間がまいっておりますので、答弁は簡潔お願いします。財務大臣えっとこのの税制の問題でございますが あの、やはり時代の流れというものをしっかり見極めながらまあ、普段の見直しを普段のこの見直ししていく必要があると思います。あの昨日もお答えしましたが、今の税制改正の決定プロセス。これはあの実態の話といたしまして。政府の。 税調におきまして、議論をし、それに取りまとめた税制対抗に基づいて進めるということでございますので、政府といたしましても、与党の税調としっかり連携しながら、必要なものの見直し等をしっかり進めたいと思いまますありりがとうございました終わります。はい 浅田